ひなチャンネル。今日はダークギャザリング最終回の反応動画ね。感想動画は出す予定なので早速行くか。それではみんなの反応どうぞ。ダークギャザリングの時間だ。最終回とか嘘なのって感じなんだが。最終回、レッツゴーストと神様に守られたのね。まあ見えになるまでですが始まった。秒で電話が来た。音でけえ。ギャル特有の爆速応答。アイさん、うわーん、始まりました。リアタイしますよ。かすり傷だった。本当に良かったのかな。アイちゃん、実に久しぶりの登場。泣いてる泣いてる。アイさん、感じるものがある。アイちゃん泣かないで、いい子すぎる。自分のせいだと思っちゃうか。雪丸スマイル、アイが無事で良かった。でもアイさんの曇った顔もちょっと見たいですね。集中戦京都、切り替わりが早いよ。いつでもウェルカムな時に使える絵面。どんな顔して売ってんだろ。情報量が多いよ。いきなりヤバ情報が大量に。ツッコミどころが多すぎる。ちなみに弥生ちゃんの顔がうになるの好き。ちょうど京都行けますね。監視カメラの取り付け。監視カメラの取り付けに慣れてるな。デスノートで見た。カメラを。いやいやいや、カメラ多くない。監視カメラの数はロタ。でかい。エイコちゃんお胸すごくない。大義名分得ちゃった。本当に勢いがすごい。しいたけ、堂々とストーキングできる。どうにもならない女。シャミ子が悪いんだよ。シャミ子が頼りになりすぎる。公認ストーカーやべえな。口実を得て合法でやってやがる。すでに監視カメラ仕掛けてるだろう。ストーキングのスキルが役に立つとらな。すでに設置済みだったのでは。増やした。京都に行ける条件が整った。ここからは真面目にやろう。京都編前の作戦会議。戦争は数だよ兄貴。対神戦はデバフが重要と。デバフ重要やな。数の暴力は正義。配下までいるのはチートスナー。回復薬と12人の部下、面倒な相手だ。戦ってる姿も見たんだっけ。卒業生の紹介。謎タブレット。ギミック解除して弱体化させていくタイプのボス。ロリ神と12人の従者。手持ち7匹。これでもまだ戦力足りないのか。松岡くんも一応カウントされてる。完全に不死身の杉本やな。卒業生おさらい。手持ちのポケモンたち。かわいい。まずはデバフしていくと。肉団子の霊。卒業生の名前長いんよ。名前もらったんだ。トンネルくんと水門くん。過渡期の御霊。何回も来すぎだろ。そこはキャラクター名をドーンと出してほしかった。どれも名前の語呂が良すぎる。名前が難しすぎるよ。ほんま味方とは思えん卒業生。卒業生こうやって紹介入るとマジええわね。えぐい卒業生ばっか。弥生7本やぐらう。侵略帰郷作戦。鬼軍曹は弱体化特化なんだ。京都の生命帰郷ぶっちぎれで見た。たたりのごぼう星雨。よくわからないけどすごいぜ。京都丸ごと巻き込むやつがあるかまか。それ、京都が滅びません。ですよね。衰弱地獄。でっか、主人公のやる作戦じゃない。ごぼう星に囲い込んで臨中。英語の父で話が頭に入ってこない。カルの能力好きすぎる。すべての単語がかっこよ。京都の身代わりとか用意するんだ。町の身代わり。京都の町の身代わり。奈良か。いつもの。神様に刻む。適当に考えた。それオリジナルなんだな。それちゃんと覚えられる？唐倉町のコピーを作って愛禅をそっちに入れる。適当に考えたものを。H 上司だの、XL 上司だの。ヒット&アレイ。もうこの時点で6編作ってほしい気持ちです。弥生ちゃんよく全部噛まずに言えましたね。唯一の門を紙に刻む。こう組み合わせる。早見有能だな。すっげえこと考えるな弥生ちゃん。弥生ちゃんの作戦立案能力よ。なんてことを思いつくんだこの子は。まあ、でもそんなうまくはいかないんでしょうね。分割。あまりにも壮大すぎる。やっぱ小学生じゃないぜ。町レベルの呪いをぶつける。結構うまスケジュールである。なんてことを思いつくんだこの子は。君、本当に小学生？定期説明は失敗フラグにならない。浦原さんより弱だったわ。手順とスケジュール。絶対勝つ。絶対に勝つ。そんな、京都を呪う。すまねえ京都の地理はさっぱりなんだ。さすが京都。あれ？首塚大名人名前 NG になったの？やべえスポットしかねえ。中継地点を地点う。今日やっぱ英語で書くない？これなん。この5箇所連チャンで行くからなかなかヤバかったよねー。どこもかしくもヤバいスポットばかり。ああこの先どうなるやら。この志学帰郷がジャンフェスであった最新話の話かね。京都まで聖地巡礼行かなきゃ。ダークギャザリングも京都編始まった。命がけなのは今更だよ。日寄ってるやついる？京都は市中心部から南にしか行ったことないんだよな。米印一番年下です。もう今までも何回も死にかけてるんだよな。いつもながら覚悟の決まってる幼女だ。行かないなんて選択肢あるわけう。バリャマ弥生さんからいいね。あの時のか。ゆかりん、声は、
ずっともスライムー。私なりに改良して。A子さん曰くお友達。無限修復燃料。T 子回復力。物理的に無限に修復する型しろ。私のレベルに到達した。F トンネルの時のを改造した無限修復人形。そんなんで弥生ちゃんが引くわけないだろ。弟子の成長が嬉しいよ。博士じゃないがう。弥生さんに評価された。ついに A 子もここまでたどり着いたか。助手ゲットー。 A 子さんなんで A の中でこんなエッチな格好してんの？嘘やろう。3D プリンターで。無限修復人形を量産。3D プリンターで量産。3D プリンターで無限修復身体人形を大量生産してみました。現代人ってすげー。廉価版販売。なんなんだこの女を。無限修復人形を 3D プリンターで量産。上がるぞぞ。量産してる爪や髪の入手はどこかや。引くわー。引いてるー。さすがの弥生ちゃんもドン引きである。A子が一番弱だよ。神様クラスに挑むこの一家。弥生ちゃんが引いてるとなんか嬉しいな。衝撃こらえ。3D プリンタで身代わり量産してランキ99やんけ。A子がいっちゃん怖い説まである。アイキャッチ。順調に折れたたエンドに向かっているぜ。今までのよりヤバいって相当だろ。無限修復人形欲しいな。アイキャッチ。仲間たちアイキャッチ。なんか知らない人がおる。かわいい。キラキラしてる。かわいい。メガスター。神白アイパート来た。花嫁衣装背負んだな。アイちゃんまた夢でやられるのかしろね。おばさんは前の生贄では。ここシャミ子の精神世界。じゃあ、冷え。ぐへえ。すくびりきたー。熱いサービスカット。代々の花嫁の皆さん。愛さん受難すぎん。例の花嫁、エッチ。思い出せない。リミットが迫ってる。記憶が。なんていうか、この幸福からの絶望への落差。神様の残酷具合が。愛ちゃん、自分を失わないで。愛の方も予断を許さない状況になってきたな。えぐいて、記憶喪失系。首が。何からにあんに。公式の予告画像で見ちゃったけど。ブロイ、アイちゃんかわいそすぎる。こうやって推しの子が生まれたのか。インフルの時に見る夢の100倍ぐらいひどかったな。だよ意味がわかんねえ。怖いよ。ご来場視聴者の感想。旅の準備はバッチリ。お守り、お守りでどうにかなるのか。怖くて仕方がない時にはびっくりするほどユートピアだ。外で3時間で作れるのすごいな。卒業生展開セット。ウィンウィン。卒業生展開セット。解放された感じ。酷使されるエストンネル霊の髪の毛。さすが卒業生を捕獲してきたケイタロウ。こんなの作れるんだな。DIY 部になってきたな。ハードウェア開発のケイタ・アキラとソフトウェア開発のエイコ。ライディンロウ。ドンペリお供えしろ。ごくごく飲んでる。3人がどんどんチームになっていく感じが、かわいい。H 上司ちゃんとかいうヒロイン。リハちゃん、キャラユ。H 上司ちゃん次はドンペリでよろしく。まともに意思疎通できるのありがてえ。あー、H 上司かわちいねえ。お願い早めん。ここは穏便に済んだな。千言ケボン自陣同時だけが頼り。お前を信じてる。ああ、そういや初めてだっけ。卒業生ハウス。無害。玄関に首吊りお化けは相変わらず。無害なんだこの人。無害でもいるの嫌すぎるだろ。気をつけろと言われましても。何からにグループライン。弥生ちゃん作詞。本当に小学生なん。いつもの。これで OK。 あちらサイドにクールやって続くみたいな展開は相当大型シリーズになる。こいつだけ鬼太郎の世界観みたいだな。本日のボスロリ。ネタな。アダムスファミリーのような食卓。間近全員集合しちゃうのか。京都こっちも来るのか。私も同行しますわ。ドローイン。ずっと見てるとめちゃくちゃ弱そうなキャラデザだな。神とこの何からに人間かからって両方消滅しろ。準備も完了した。よし、行こう。京都へレッツゴー。いざ京都へ。レッツゴーストー。レッツゴーストー。レッツゴーって車で京都行くのか。危機管理がしっかりしてる。アイちゃんをまず助けてあげないとね。珍しいな。過去一のレッツゴースト。黒塗りの高級車。京都編に向けて OP 流れるのマジで熱すぎるだろ。それぞれの陣営がぶつかり合う。ここで終わりなの。生殺しすぎるだろ。通信。この終わり方で続編来ないわけないよな。足りない足りない。まだ足りない。尺が放送枠が。みんなが一箇所に集まっていく演出いいよね。京都へ。さて2期はあるのでしょうか。京都にレッツゴー。弥生たちの戦いはこれからだ。 AMD。 京都まで車なのか。いい最終回だった。ダークギャザリング京都動乱編。ルローに献身でこれ使いたすぎる。京都編これだけでも2クールいきそうやな。私たちの戦いはこれからだになるのか。2期はよ。京都編が始まる。コメギルシ原作はまだ京都編の真っ最中です。終盤の初めぐらい。マジでようやくこれからってところなんだけど。これ2期あるよね。2期やってほしいけど原作ストック的に当分先やろな。みんなの反応はここまでです。2期待望の声が多かったね。うちも2期があれば見たいもんな。
それでは本日の動画はここまでです。半年間最後までご視聴いただきありがとうございました。